じめているのでちゅか。あなたは。問答無用でちゅ。なら殴られるような真似はやめるでちゅ。さ、リンヤちゃん行きまちゅよ。あの。高弘さん。はい、リニアの唯一のお仕事ですから。リニアも機械ですよ。でもすぐってわけにもいきませんけどね。とほほ。そうですね、そろそろお夕食の時間ですよね。掃除ばかりしてられません。お食事の用意する前にお風呂入ってお洋服を変えないといけませんし。はい、お食事の用意をしなければなりません。高弘さんはそろそろ見回りのお仕事が終わりなのですか？いつもご苦労様です。いかがなさいました？高弘さん、リニア何かまた悪いことをいたしましたか？リニアを怒るためにわざわざ待っていてくださるのかと。ではなぜこんな場所で。いた。あ、はい。終わりました。掃除手伝ってくださってありがとうございます。リニアが仕事遅いせいで高弘さんにまで掃除をしていただくことになってしまって。はい。シェフの方の料理もあと30分ぐらいで出来上がりますから、それまでにお風呂入って体をきれいにしておかないといけませんからね。はい、何でしょう。はい、ただミスばかりで迷惑ばかりかけてしまって、皆様リニアによくしてくださるのに。はい。あ、部屋に着いてしまいましたね。はい、頑張ります。
所長、これをお願いしまちゅ。はい、今日中にこれをまとめてもらいまちゅ。今回は萌えコンの調子が悪くてデータを出すのに時間がかかってしまったのでちゅ。年末はいろいろと支出が多くなりまちゅから、データも多くなりまちゅよ。男がいつまでも小さいことにこだわってるんじゃありまちぇん。さっさと片付けてくだちゃい。ですか？痛いです。その頭をグリグリされたら痛いですよ。難しそうな言葉はあまり得意では。すみません、でも読めないのですよ。なぜかはリニアにもよくわからないのですが。あ、でも高弘さんのお手伝いはできますよ。本とか運んだりとか。
頑張って高弘さんのお仕事が早く終わるように応援させていただきます。数のご本ですね。リニア初めてこんな数の本を見ましたよ。ここの本をすべて読んだらものすごく頭が良くなるのでしょうね。これだけある本をただ読むだけじゃダメなんですか。難しいものですね。理解しようと頑張ったのですが、高弘さんが言われることは少し難しすぎて。なるほど、そうかもしれませんね。この量の本ってデジタル情報にするとやっぱりコンパクトにまとまるのですか？それならばなぜ便利な方法を取らないのでしょうか？この島は。なるほど、何でも便利ならいいってものじゃないのですね。そういえばこの島にコンピューターってほとんど見ないですね。南フロア K の3595棚の5段目の。はい。お化けです。お化けが出ました。いた。でも白い影がそこの奥に消えていきました。あれは幽霊さんです。Thank you.
誰が見ても幽霊さんじゃないですか。おう、でしょうか。ブロック系の本棚ですね。なんでですか？秘書室で寝ていましたら図書館の方から物音がしましたので、見回りをしようと思いましたらいつの間にかこんなことに。私、実相寺冬葉と申します。萌子島の図書館師匠をやっております。あ、リニア、名前をリニアと言います。